どうも皆さんこんにちは。はじめましての方、はじめまして、ノーと申します。俺の曲、みんなの絆、クリスマスイブの曲で続きをやっていきたいと思います。前回は、千鳥と、なんか千鳥と順平に結局千鳥のことを任せることになったりとかしたんですよね、最後で。まあ、いくつかコミットをやりつくっていう状況だったと思うんですけど、あんまり進展はしてないですね。で、今回は、山岸すうかちゃんとのコミをやっていきたいなと思っています。時間がなると。よかった。じゃあちょっとお願いしてもいいかな。あのね、お弁当味見してもらおうかと思って。実はね、正直に言うと、この前までは一人が素直だったの。でも今日のは大丈夫だから、嫌な予感がする。しかし、今のは勇気を出して付き合うこともできそうだ。食べてもらえるかな。わかった。よかった。じゃあついてきて。風花はとても嬉しそうだ。風花に連れられ屋上に向かった。そうですね、なんか前ここに出てこない出てこない人はやっぱり先にあっちの遊具するっていうフラグを立てなきゃいけなかったんですね。先に屋上、あ、味どうかなって。今の時間じゃお腹もね減ってないよね。本当は人材来ていいかとりあえず食べてみてほしいのか。風花から手作り弁当が出された。食材が混沌と混じり合っている。あの正直な感想を聞かせて。どうかな。見た目以上ものすごい味だ。なんと答えよう。てんてんてん。まずい。最初はこんなもん。最初はこんなもんとしてましょう。そうかな。でも気になったことは遠慮なく意見とか参考にしたいから。なんだか毒味役みたいなことさせちゃってごめんなさい。でも、ゆうきくんならちゃんと意見をくれそうな気がしたから。邪魔かもしれないけど、私、リーダーのお便りにしてるから。というか、少し仲良くなった気がする。はい、というわけで、女協定ですね。なんで女協定のペルソナを目指すとき、我ら猿の力の祝福は大変と。ということで、勇気誠新たな髪を手に入れた。風花からは頼れる仲間と思われているが、二人の関係はまだ崩れたものではないと。それではまた寮でね。風花と別れた。特に予定もないので寮に帰るようにしたというので。お前か。俺っす。はい。じゃあ一旦ちょっとセーブするんでカットします。はい、というわけで、セーブしてきました。で、以前話したてか前回の動画で話をしたあの鉄平のとあるフラグイベントなんですけども、まだちょっと先でした。まあ、11月ぐらいの話なので今の話ではなかったです。まあ、なのでそこら辺に来たらまたやろうかなと思います。で、今日あたりから行けるようになっているんですけど、何やってんの？ゆかりちゃん、あ、はい、あれね、あやとりね。というわけで金曜日観光で、まあ今夜散歩に行かないと。じゃあせっかくなので夜に行きますか。というわけで、あ、こっちじゃねえよ。金曜日ってここにいないか。あの人がいるのは土曜日とかなんだよな。よいしょ。あ、おめえか。というわけで、次はコミイベントになりそうですね、こっちも。はい、今日はどうしようか。勉強してから休みます。よし、よかった。これで、9月11日12日は
寝ない、ね、早めに寝て絶好調で日曜日迎えることができますね、これで。いきなり風邪になったとかっていう変なイベントが入んない限りとか。次の章は鎌倉幕府の関わり問題点か。鎌倉もいいけど、やっぱり戦国時代だね。ここまで来たら戦国時代も飛ばしていいでしょ。じゃあ戦国時代ね、その幕開きから丹念見ていこうか。ちょっと待ってよ。飛ばしすぎでしょ、そこら辺は。直接に聞かれてなのご存知、1467年の応仁の乱、そして1493年の応仁の政変だね。明応の政変か。まずは応仁の乱からじっくり見ていくよ。1467年。まだ見つかった。いや、閉じないで。おっと、もうこんな時間か。浮世の流れは早いのだ。結局、1467年から1年しか進まなかったね。まあ、こういうから仕方ないね。じゃあ次回、1468年からね、授業待ちに聞いた。あ、これが高まった。ちなみにですけど、こんな面白い先生いたとしたら、あれですね、クビになります。はい。今日は先輩たちは来ないぜ。けど召喚器とかはやっぱり返せねえってさ。別に期待はしてないけど、だからここで監視してるんだろうし。ああ、この前の怪我大丈夫か。へそがすぐ治っちゃうんだったな。そういや千鳥、今日は絵とか描いてねえの。別にいいでしょ。ああ、そりゃもちろんいいけどさ。あれ、しおれちまってんな。外まだ暑いしな。はい、いいって。俺変えてくっから。という技ですね。仕分けただけ。治癒の力ってこんなことまでできんだ。すっげえマジックみてえ。なんか千鳥ってすごいよね。別にすごくないよ。純平だって力があるんでしょ。これだってその一つよ。そうだ、まあそうなんだけどさ、俺の場合それ以外が何にもないっつうかさ。俺この力を取ったら正直何もないんだ。正義のためなんて口ばっかでさ。俺ほら半端っていうかさ、何のために戦ってんのか、つか何のために生きてんだろうな。何のために生き、何のために。ガキの頃はさ、バカみたいな夢とかあったけどな。夢？メジャーリーガー、アホだろ。まガキん時なんてそんなもんだろ。わかんないな。私は小さい頃のことあまり覚えてない。覚えてるのは白い部屋、ずっと真っ白。うん。余韻は嫌い。そっか、ごめんな。でもここにいれば純平が来る。だから今はここでいい。だんだん千鳥が純平に心を開き始めましたね。千鳥、そっか、なら全然来るよ、俺。だんだん千鳥も純平に好意を持ち始めた。まあランクでいう、コミランクでいうと3から4ぐらいになったぐらいの感覚でしょうか。はい。で、おお、あなたもいるんですね。こっち進めていくか。向こうはどうせ。はい、トイレ。行きましょう。作ってみたんだけど、味見してもらっていいかな。今度の美味しいかどうかは自信ないんだけど、この前みたいに一つはないと思うから。確かに目先は前より完全改善しているようだった。
かわいいね。カゴに連れた話本当だったんだ。あれ、お弁当の方見てお腹とか空いてるのかな。さあ、おいで。ゆうきくん、そのお弁当猫ちゃんに少し分けてあげていいかな。構わない。うん、わかった。いやあ。きやあ。え、猫は浮きを逆立てて走り去った。どうして、まさかもしかして、ふーか自分のお弁当かけらを自分の口に入れた。いや、これ何、そっか、このご飯時間が経つとこんなになっちゃうんだ。ごめん、ゆうきくん、それ食べないでください。ごめんね、こんなの食べたら戦えなくなっちゃうよね。ふーか、ショック起きてるような。いや、そこは勇気を振り絞って食えよっていう。はい、ダメだね、私。私、戦ってる時以外でみんなの役に立ちたいと思って。どうだって机のお料理食べる機会少なくなるでしょ。私、そういうことできたら喜ばれるかなって、そう思って。ごめんね、でもなんとか上手、でもなんとか上手になるよう頑張りたい。ゆうきくんにもこうして協力してもらってるから、ふーか内に気を使ってくれているらしい。ふーかとの中少し進展してきた。それってことで、はい、といえ女協定が、はい、というわけで、風花から話しやすい仲間と同じ理由が二人の関係は特別なものではないと。こんな風になったと言いづらいんだけど、また味見に付き合ってくれると嬉しいな。じゃあね。風花と別れ、料理に帰ることにした。大変にご機嫌だ。荒木さんがポケットマネーで高いドッグフードを買ってきてくれました。フォロワーさんもご満悦でありますというわけで、俺が戦闘使いやすいかいのか、その判断はあまり自由だ。使えねえなら死活すりゃいいし、使えるのはどうかけな。いずれにせよ俺は俺のスタイル使いすぎやね。あれ、なあ、なんとも生きるかと考えたことがある。私はよくありますね。他の企業考えてるんだな。では今夜はあれですね、どちらにせよ寝るつもりなので、しっかり一応確認だけど、17日ですよね。はい、というわけで、薬をちょっと飲ましょう。で、カゴにもほとんど金はねえじゃん、俺。もうこれはいいや。はいね、ちょっと売ろう。うん、ここら辺ちゃおうかな。ここら辺もいくかも。ぐらい買っときたいな、15個分で。まあ、数字1個はやらねえや。どうせ普段もそんなに、これでむしろ数が多いからいい。はい、というわけで、手は今いくらも3664か。クイズゲーム。よいしょ、てんてんてんと。
はい、学力が高まった、どんどん夜をつけてきた、ゲームの回復にした。早めに休みましょう。やあ、久しぶり。君と会ってからもう3つ目の季節だ。時間が流れるのは早いね。いろんなものが変わっていく。まあそうですね。でも世界には決して変えられない決まりみたいなものもあるんだろうね。例えば死ぬという事実ですね。生きているものが死ぬみたいな決まりもそうですか。君はどう思う？そっか、君がそう言うならやっぱりそうなんだろうね。今まで君に話してたこと、いろんなものが見え始めたんだ。あの塔だよ。最近そのことばかり考えてる。僕らの関係は変わらないものかな、それとも変わってしまうのかな。でもこれから先に何が待っていようと、君と僕は友達だよ、絶対にね。はい、というわけでまた死神の込みが上がりましたね。はい、まあこうやって上がっていくのは少し楽というか、まあこっちは確実にね上がっていくので心配しなくていいんですけど、僕が果たしてっていうところですね。一般的には多分もうね、今から多分全コミマックスは多分不可能だったような気が、かなり難しいと思います。相当もうなんかきっつきつなんですよ、予定が。なんでできる限りコミは集めていきたいと思っていますけども、まあ、ダメなものも多いと思います。なんとガラガラちょっと焦りすぎたかな。少し汗ばんでいる。言っとくけど今日はプッシュの方ね、コーチ終了の打ち上げ、本チャン別でやるから。ユーフォのテンション上がっている。まだいいでしょう、どうするこれから。これはまだっていうか絶対行くと、お詫びで中津に行く、喫茶店に行く、どっちがいいかな。喉ガラガラで若津に来たくはないの、喫茶店行きましょう。いいね、同じこと考えた。なんか冷たいもの飲みたい、行こう。よし、選択は正しかった。で、これはいいですね。うん、そうですね、渡さなくても仲は深まりそうなんで大丈夫。は、おかえりなさい。はい、というわけで13日ですね。ゆかりちゃんどこ行った？ミス、ゆかりちゃん、ゆかりちゃんじゃねえ、ふかちゃんだ。いないですね。いいですね。じゃあ今夜タルタルスに挑みましょう。はい、鍵時間で、一旦セーブするんでカットします。はい、というわけでカットして、やってきました。まあ残り10分くらいしかないので、まあ少しずつやっていこうかなと思うんですが、メインはまず弱い子たちをまず上げたいんですね。でちょっと
ちょ、善意の探索状態として27、32、30、27、31ということで、これを見るとですけど、この3人はちょっと低めなので行きましょう。はい、で入れて、でよいしょと、でちょっと装備を変えましょう。一個一個で私がまず、まあいろいろ持ってるんですけど、これにしましょう。アロンライトをつけて、あ、これはいいや。で、第一シールは、とりあえずゴキマコンのやつつけてみましょう。で、で、順平はちょっと装備見よう。で、トゥーハンドソードから、ダークバッシャー、やけくそがつくか。まあ、いいでしょう。で、テトラジャマーがつくけど、どうしようかな。ちょっと彼女の方見ましょう。ちょっと装備確認と。あ、こっちの方がいいもんつけてますね、やっぱり。なので、で、彼女は、あ、雷の守り、あいつがつけてるのか。ちょっと待ってください。よいしょと。いや、あ、変えなくていい。で、で、お守りの代わりにちょっと、こっちつけといて。で、こっちで、こいつに雷族をお守りをつけます。まあ、少し回避を上げたいんでね。で、装備で今どうなってんだっけ？なるほど。とりあえずまず避ける方に力をかけましょう。で、一応、まあどっちでもいいんですけど、ちょっと過ぎられるときついものもあるかもしれないんで、一旦こっち行きましょう。で、テトラジャマをどうしようかな。テトラジャマをこいつつけようか。いや、テトラジャマをこっちにつけましょう。はい。で、装備で。というわけで、では行きたいと思います。あ、間違えた。はい、110回行きます。そう、2人のちょっと待ってください。装備の武器を見てなかった気がする。そうですよね。で、いや、そっちじゃない。よいしょと。スマートフルーレって全然書いてなかった。はい。じゃあ、と思ったんですけど、ちょっと受け狙いですけど、いや、ちょっと気になったのは、
鉄骨タイプの男性どういう反応するんだろう。あ、特に反応ないや。いや、なんか面白いこと聞けるかなと思ったんで、ね、なら特に何の反応もないんだったらこっちでいいや。はい、というわけで行きましょう。じゃあ一旦上に行くのでカットします。はい、というわけで階段のところですね。で、こいつがガタ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 と落ち始めると。はい、というわけで次の階に着きました。ということで次に第4ブロックですね。フロアの雰囲気が大きく変わりましたね。敵の様相も変化しています。先の階で戦っているのに少し時間がありません。で、俺一個すげえやるべきこと忘れてた。先にエリザベスの依頼を取っとかないとこれいけなかったんじゃないか疑惑があるんで、どうしよう、取っておきたいな。じゃないとせっかく倒しても効果がないってオチもあるので、一旦もう一回カットして戻ってきます。はい、というわけで戻ってきました。で、まあ、入り口はすぐ近くにあるんですけども、まずどんな敵だとか使ってみたいと思います。先生のチャンス了解、分析してみます。少し時間ください。これ絶対電気効かねえだろって言って、今なんか火、水、風があるから雷が一番足りないんだ、このメンバーにとって。どうしようかな。そんなのはそれで、やることを思いつかない。まあ、半分ぐらいやってますか。はい、誰も聞きませんでした。でもいくつかありますね。私だって雷効くんだ。やった。よし、それはいけつねえな。まだまだ。1体は確実に死ぬでしょう。あと1体だよ。うわっ、うわっ、いって、ちょっとね。金に目がくらみました。はい、というわけで、まあ、10分なんで1回上に上がったところで終わりにしましょう。116回ですね。まあ、ちょっと遠すぎて反応数できないですね。もう少しゲストにもらえますかというところで、今回の動画はここで終わりにしたいと思います。ここまでご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ続きもご覧ください。それでは。